はい、こんにちは。マントTTから松下です。いよいよ明日からTTが始まります。松下の最初のプラクティスセッションが27日のこっちの時間で、夜の時間、日が長いんでね、6時過ぎぐらいから走行が始まります。でちょうど皆さんから見えているこのダンロップの歩道橋のあたりがセントニニアンズクロスっていう最初の交差点です。であそこを分かりづらいと思うんですけど、ジャンプがあってギャップがあって、あそこをこうバイクがバーンと飛び出してくるっていう、そういうポイントなんですけども、緊張する ね、 ね、明日は最初は自分を慣らすっていう意味でも鈴木の 600cc で最初に出ようと思ってます。ぜひ無事にどのセッションも終了するように祈っててください。そしていい報告が皆さんにできたらすごくハッピーだなと思います。それではまた。